感謝トーマス。ヘンリーと謎の箱というお話。雪の積もる寒いこの時期、クリスマスはとても特別なものだ。夜にはイルミネーションが輝き、雪がきらめく。そしてあちこちでたくさんのイベントも用意されていた。ある朝、ヘンリーはティドマス機関庫にいた。他のみんなは仕事に出ていた。彼は一人ぼっちで寂しく、自分もみんなのように仕事をしたいと思っていた。そこへトップハムハット卿がやってきた。ヘンリーは嬉しくなった。おはようございます。ヘンリー、君にとても特別な仕事を任せたいんだ。ヘンリーはさらに嬉しくなって微笑んだ。お任せください。絶対役に立つ機関車になります。まずはじめにブレンダムの港へ行って特別な箱を受け取ってくれたまえ。次にその箱をマッコールさんの畑へ届けてくれ。それから他の機関車たち全員にお茶の時間にマッコールさんの畑へ集合するように伝えるんだ。とても大事な箱だぞ。だからいつもより慎重に大事に運んでくれたまえ。君なら安心して任せられるからな。ヘンリーは蒸気を吹き上げた。大事な仕事を任せてもらえたことが嬉しかった。はい、承知しました。いつもより慎重に大事に運びます。ヘンリーはブレンダムの港にやってきた。これは特別な箱だ、ヘンリー。いつもより慎重に大事に運ぶんだ。分かってるよ、クランキー。だからトップハムハット卿は僕に仕事を任せたんだ。ヘンリーは元気いっぱいにマッコールさんのところへ向かった。気をつけて下ろしてください。ヘンリーは箱のことが気になった。そのまま畑に置きっぱなしだったからだ。でもお茶の時間に畑へ集合するようみんなに伝える仕事が残っていた。急いで行かなくっちゃ。ヘンリーはみんなを探して走った。分岐点でゴードンがいるのに気づいたが、畑へ集合するようゴードンに伝えることはできなかった。畑に置いてきた箱のことが心配で仕方がなかったのだ。特別な箱があそこにちゃんとあるかどうか、とにかく確かめに行ってこよう。畑に着いたヘンリーは急ブレーキをかけて止まった。畑にはクリスマスツリーが5本置かれていたが、箱が見当たらない。どうしよう、これは大変なことだぞ。トップハムハット卿に仕事を任されたのに、これじゃ怒られちゃうよ。箱を探さなくちゃ。分岐点にやってくるとトビーとジェームスがいた。でもヘンリーは箱を探すのに夢中で彼らに気づかなかった。やあヘンリー、心配そうな顔してどうしたんだい。でもヘンリーはその声を聞いていなかった。そしてお茶の時間に畑に集合するよう伝えることもできなかった。特別な箱はどこにも見当たらない。ヘンリーはとても焦っていた。再び畑に戻ってきたヘンリーは目の前の光景にびっくりした。いや、なんだこれ、どうなってるんだ。クリスマスツリーの数が増えてるぞ。だけど僕の運んだ特別な箱はやっぱり見当たらない。とにかく早く見つけないと。ヘンリーはガタゴト揺れながら分岐点にやってきた。やあヘンリー、エミリーから聞いたんだけど特別な仕事を任されたんだってね。ヘンリーはそれを聞いてさらに焦った。畑に集合することをみんなに伝えていない。特別な箱が見つからないままだ。僕は急いでるんだ。ヘンリーはまた慌てて走り出した。もう一度箱を探してあちこち走り回った。
他の畑や沼地のフェンランド、側線や駅にも行ってみた。どこを探しても特別な箱は見つからなかった。ヘンリーはがっかりしながら畑に戻ってきた。最初は何にもなかったのに、畑がツリーでいっぱいになってるじゃないか。だけど僕の運んだ特別な箱はやっぱりないや。ヘンリー、君に特別な仕事を任せたというのに一体どうなってる。もうすぐお茶の時間だぞ。なのに誰も集まっていないじゃないか。ヘンリーは悲しい気持ちでいっぱいだった。すみませんでした、がっかりさせてしまって。僕があの特別な箱をちゃんと見ていなかったから消えてしまったんです。畑に集合するようみんなに伝えるのも忘れてました。僕のせいでこんなことになってしまって。ヘンリー、君はとても気の利く優しい機関車だ。でもちょっと心配しすぎだ。このクリスマスツリーは一体どこから来たものだと思う？ヘンリーは頭をひねって一生懸命考えた。どうしても答えを見つけたかった。トップハムハット卿をもうがっかりさせたくない。そしてヘンリーに一つの答えがひらめいた。それじゃあ、あの箱の中身はクリスマスツリーだったんですね。だから箱がここからなくなってクリスマスツリーが出てきたんだ。その通りだよヘンリー、君は特別な箱を大事に運んでくれた。あとはみんなに集合するように伝えるだけだ。ヘンリーは嬉しくなって思わず笑顔になった。はい、わかりました。お茶の時間までに集合させます。まずヘンリーはゴードンとエミリーを見つけた。トップハムハット卿がマッコールさんの畑でみんなのことを待っているんだ。急いで向かって、今すぐにだよ。次にティドマス機関庫にやってきた。トーマス、パーシー、エドワードがいた。トップハムハット卿がマッコールさんの畑でみんなのことを待ってるんだ。急いで向かって、今すぐにだよ。さらにナップフォード駅にもやってきた。ヘンリーの顔はジェームスのボディのように真っ赤だった。ジェームスはちょうど駅長と話をしていた。トップハムハット卿がマッコールさんの畑で待っているんだ。急いで向かって、ジェームス、おしゃべりしてる暇はないよ。最後にヘンリーは給水塔のところでトビーを見つけた。トップハムハット卿がマッコールさんの畑で待っているんだ。急いで向かって、トビー、そこでゆっくりしてる暇はないよ。ヘンリーがマッコールさんの畑に戻ったのはちょうどお茶の時間が始まる頃だった。他のみんなも全員集まっていた。でもトップハムハット卿がいない。ヘンリーは急に心配になった。ごめんよみんな、トップハムハット卿が待ってるはずだったんだけど、僕が間違えたかな。突然クリスマスツリーがキラキラと一斉に輝き出した。はあ、赤や青、緑や黄色の光がきらめいている。みんなは驚いて息を呑んだ。うわあ、すごく綺麗だな。本当に美しいね。その時さらにびっくりすることが起こった。クリスマスツリーの間から現れたのはサンタクロースになったトップハムハット卿だった。ほうほうほう、ハッピーメリークリスマス。今夜は楽しいクリスマスを過ごしてくれたまえ。ヘンリーはとてもびっくりして目を丸くした。それは今までの中で一番素敵なクリスマスプレゼントだった。ヘンリーと謎の箱というお話でした。旅に出よう、遠いところへ、世界中を巡ろう、すごい冒険が待っている、たくさんの発見が待っている。 Let's go! トーマスたちの旅は続く。